はい、皆さんこんにちは。ポミー・ヒルフィガーです。サイコブレイク続きやっていきたいと思います。いやー、前回もね、なかなかのわちゃわちゃで終わったんですけれども、とりあえずね、キッドと、あと小田ちゃんね、合流はできたんですが、キッドの目的とですね、主人公のセバスチャンと小田ちゃんの目的、若干違うんですね。なので、レスリーに対してね、どういう扱いをしていくかみたいなところがちょっとねポイントになってくるのかもしれないんですが、はい、続きがチャプター14ですね。もう14か、結構後半になったんじゃないかと思うんですけど、まだまだ先は長そうですということで、今日もね頑張ってやっていきましょう。うおー、なんかひどい状態になってるけど大丈夫？あ、そっか、最後なんかわーってなって駅に着いたっぽいね。なんか前回の終わりでは公園でねうちわもめしてたんですけども、なんかね世界がぐちゃぐちゃになって、キッドがレスリー撃とうとして、でそれをかばう感じで小田ちゃんが撃たれちゃったんだよね。でレスリーが叫びまくったっけ、なんか地面が抜けてみたいな。そしたら今ここに来たってことだよね。これはあれかな、電車っぽいよね。目的地だった電車のとこに着いたんじゃないかなと思います。なんか変な音鳴ってるけどさ、雨の音なのか敵の音なのかちょっとわかんないよね。いる？広いね。とりあえずなんもないですね。アイテムがちょっと落ちてるかなぐらいで。このドア入れるかな。あー、来ますね。います、誰か。狭っ。ちょっと怖っ。怖っ。なにこれ、なにこれ、なんか出そう。います？あれ、いないけど罠があるね。やばそう、ここなんか。血みどろになってるよ。お、地図の断片。なんかね、血の跡あるけど、何にもないね。とりあえず大丈夫。よし、じゃあ進んでいきましょう。あ、音聞こえる。ここ、あれか。病院かな？トイレっぽいね。なんか聞こえるな。トイレから聞こえる？待って、なに罠めっちゃあるよ。うわ、いる。アガニクロスボウ持ってるやついるわ。よし、後ろから行こう。ちょっとすごい。あれか、アガニクロスボウのやつはしゃがんでたりとかしても意味ないんだね。関係ないんだ。どうだ、行ったかな、よし。あー、まだか。どうだ、よし、倒した。いや、ちょっと起きすぎじゃない？起きすぎだろう。どこにあるかわからんわ。うわ、こんなにダメージ食らったのに特に意味なかったわ。無意味。相手にしなきゃよかった。よいしょ。これはマイラがセバスチャンに残した手紙。奥さんは好きで逃げたわけじゃないんだ。娘の死のなんか真相を追っていて、それについての重要な証拠みたいのを手に入れたみたいなことが書いてありますね。グリーンジェルを使った何かが、そうですね。だいぶ溜まったので使いたいと思います。びっくりした。あ、新聞あるね。毎回入ってんね。国外情報機関の関連施設が炎上。犯人逮捕。コミュニティセンターの入ったビルが全焼。当該施設には国外情報機関による偽装ではないかとの疑いがあった。こっちは誰だ。イバン・ディエス、自称ジャーナリスト、取材に出たまま戻らず、エルクリバー村でカメラと取材手帳を発見。これさっきの奥さんの話と関係してんのかね。ぽい気がする。いや、しかしどんどんボロッボロになってるね。すげえ崩れてるもんね、もう。大丈夫かなもうちょっとで崩壊しそう。よし、やっと始まるって感じですかね。行きましょう。さあ、駅の中を通って、なんか列車が橋みたいな状態になってたから、そこを通るんじゃないかなと思うんですけどね。一本道か、嘘。いるよ。狭そうだな。なに。ちょっと待って。いやー、寝っ転がってたわ。早っ。待ち。よし。危ね。焦った。危ねえ。あー、この斧もらえないんだ。もらえない斧ね。了解。そっか、全然気づいてなかったけど、寝っ転がってたのか。焦るわ。やだ。ルビックの偽物みたいのいる。本物じゃないよね、さすがに。なんか奥の方にもさ、なんか貼り付けられた人みたいのいない？気持ち悪いな。振り向いたら一気に行きたいと思います。今です。いけ。なんでバレるの？なんでバレんの？おかしいじゃない。なんでバレんの？よし。いけ。よし。うわー、ちょっともったいないな。後ろ遠いだと思うんだけどな。あ、これ。気持ち悪いね。大丈夫この人。来ないこれ。大丈夫かな。動いてる。うわー、やめて。いやー、もう。やだー。よーし、頭にヒットした。弾がもうなくなってきてる。反動が、ちょ、危ない。やめてよ。よし、じゃあ行きましょう。やだね。血の跡ついてるから。おい、いる？います？敵。さあ、どんなんか下に行ってるよね。ここは何？どうやって行くの？これも開けれるのか。オッケー。お、電車に着いたよ。奥にいるな。いるね。ちょっと待って。一回さ、電車に入りたい。電車の中はどうなってる？ひどい？うわ、ぐっちゃぐちゃ。アイテムとかないかな？あー、ポイントあるね、ポイント。結構敵いるな。いるわ。で、またルビックの偽物みたいのいるから、ちょっと扱いがむずいな。そーっと近づこうね。なにこれ。よいしょ。はい。バイてる。マジかよ。最悪。うわ、めっちゃ来てる。ちょっと最悪。終わった。マジかよ。あっさり死ぬじゃん、ここ。ここにライフルの弾があったってことは狙撃してほしいっていうことだと思うんだよね。ここに1体まだいるのかな。うわー、もう1体いるね。2体か。よし。あれ、バレたかな。バレちゃった。うわ、来てるじゃん。弾切れか。マジか。弾がない。よし。で、待ち。早い。ない、警報だったし。もうそういうことじゃないんだよ。ね、ちょっと、やばいって。それは、勘弁して。一発なんだから。うわ、吹き飛んだー。なるほどね。なるほど。奥のやつをスナイパーライフルでやると、他のやつがもうルビックの偽物含め、全員襲ってくるってことね。どうすればいいんだろう。どういう順番が正しいんだろうな。まあとりあえずこいつはライフルで倒して、で終わったらすぐルビックを対処しに行くしかないかな。よし。あれ、意外と来ないぞ。バレてない。意外とバレてない。じゃあさっき何だったんだろう。来ないね。あ、いいじゃん。さっきはじゃああの場にとどまったからバレちゃったのかもしれないね。オッケー、ちゃんと隠れればよかったのか。じゃあもう一匹奥のなんか次の電車にいるやつやりましょうか。これ大丈夫かな。窓でいけるかな。よし。あとルビックの偽物ね。さっきこれ解除したっけ。いきなりなんか上からなんか落ちてきたりとかなったので、ここで待機して後ろ狙おう。うわ、バレた。いやー、うわ、めっちゃ出てきた。倒した。うわー、めっちゃいる。よし、燃えろ。すっごい来る。ちょっと待って、銃持ってる。銃持ってんのはやめて。よし、待ち。よし。危ね。弾がないよ。弾切れか。マジか。ちょっと待って。弾がない。よし、オッケー。弾くれー。危ねー。警報あるのちょっと辛いね。マジで。うわ、ポイントしかない。よし、やっとここまで来ましたが、また弾がないね。あ、オッケー。あ、マッチか。まあ、マッチだけでもあった方がいいか。ないよりね。ちょっとハンドガンの弾欲しいな。いや、奥にいるね。いるんだよな、どう見ても。うわー、バレた。とりあえずもうマッチで行くしかないんだよね、しばらく。弾がないからさ、ショットガン使うしかないしね。もったいないな。いやー、ライフルは辛いな。外した。最悪。外したらもう弾ないのよね。アガニで行くか。危ねえ。危ねえ。来ますね。いるかな。うわ、また次の電車に行くんですね。次の車両かに行きます。あ、いるわいるわ。うわ、なんか爆発物あるよ。またあれか、アガにクロスボウ持ってるやつだ。どうしたらいいんだろうこれ。すぐ爆発しちゃうからな。走って逃げる。どう？いいんじゃない？成功じゃない？あ、戻れねえあ、戻りたいのに戻れない。あ、そう、探索したかったな。くそ、戻れないってのつらいな。仕方ないか。弾あったかもしれんな。よし、次の車両行きます。なんかシューシューいってますね。水？スプリンクラーかな。違う、雨だ。普通に外だ。外から雨が降ってますね。おー、なんか開けたとこに来ましたが、これはとりあえず行くしかない。おー、あれだ、ここを通ってくんだな。ただもうちょっと右側に行きたいんだけど、行くしかないなって言われてもね。どっから、うおーおー、はい、オッケー。だいぶ瓶がうまくなってきたわ。なんか、何これ、気持ち悪いところありますね。なんか眉が張ってるっていうか。大丈夫かな。何これ、マッチ気持ち悪い。マッチで燃やすのかな。燃やせる？あ、いけるね。いけるんだけど、ほい。気持ち悪い。なんか動いてるけど大丈夫かな。いきます。え、はい、何？なんか落としてない？なんか落とした。おお、いるー、いますね。登ってきそう。こっちは？はい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 。怖っ怖っ。来ないでよ、ちょっと来ないでよ。こっち行くと。やめてよ、やめてね。暗い暗いよ。おお、いる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 。ちょっと待って、ショットガンにしようか。よし、いけ。よし、いけ。うわ、まだいるな奥に。で、あいつは多分来たら燃やせられると思うんだよね、多分。それか後ろから行きます。あ、いけねえいけねえわ。うわ、ちょっと待って、リーチ長っ、リーチ長っ。燃えろ。あれ、当たんなかった。これさ、ダメなんだな。頭ないからかな、わかんないけど。できない。スニークがなんかできないな。できないタイプなのかな。よいしょ、強っ。弾もったいな。よし、こっちかな。怖っ、この人怖っ。大丈夫？挟まってますけど。ご愁傷様です。何あれ、ビリビリいってるよ、ビリビリくん。これは罠だから、どっかで解除すんのかな。できる？これ解除できるようなレベルじゃねえな。あのスイッチかな。このままいったら当たるよね。当たりそうだからさ。瓶当てるとかある？瓶でなんないよね、さすがに。ならないよね。そうだよね、そうだよね。当たるんじゃないのこれ。大丈夫？大丈夫一撃強っ、マジか。ってことはどっかにスイッチがあるのかな。なんかね、スイッチあるかなと思ってちょっと戻ったんですけど見当たらなかったんで、いけんのかなこれで通れるかどうかだね。あとはね、怖っ、いきますね。ちょっと死ぬかもしれないけどいきます。おー、いけた。じゃあこれで、これがスイッチかな。よし、これは戻せたりはないんだね。うん、了解。うわ、めっちゃある。これ、この先もこの罠あるんですね。うおー、なになに、なんか当たりましたみたいな音やめて。よっしゃ、弾。まずこれ切って、ここ通んのやだね。なにこれ、気持ち悪いね。とりあえず通りますね。よいしょ。おおおおおおお、病院戻れるよ。オッケー。はい、セバスチャンの手記。やっぱね、娘の死はね、事故じゃなかったっていうのがね、奥さんのね、残された手紙には書いてあったようですね。今日はそうじゃないおじさんいないね。もういないのかな。あら、どうしたんですか、そんなとこで。どうしたんですか。何かお忘れですか。はい。え、嘘、ついにこの人が行方不明。えどういうこと。タティアナ・グティエレス、ピーコン精神病院の看護師。勤務時間中に院内から失踪、正門を通過した形跡なしだって。え、病院の中で消えたってこと。え、いますけどえ、もういないってこと。え、この紙取ったらもういなくなっちゃったとか、そういうこと。え、パッと見いなくなっちゃった。しかもなんか色がちょっと変だから、いつもと違うね。何かあんな、これな。あー、でも戻れるね、ちゃんとね。なんかイベントがあるのかと思ったけど、特にありませんでした。あの看護師さん、いなくなっちゃった。はい。ちょっとやめて、びっくりした。倒れてよ。強すぎる。え、なんで倒れないの？燃やしたいんだけど、よし。はい、やっとだよ。もう強っ。いや、ハンドガンの弾なくなるし。よしよしよし。じゃあ敵が出てきたところから進んでいくんですね。気持ち悪いな、ここ。キモ、なんか緑の液体垂れてるしさ、気持ち悪い。ないびっくりした。うわあ、なんか今連れ去られなかった、触手みたいなやつで。大丈夫。なんか出たな、絶対。